フーゴ・シュペルレは第二次世界大戦中のナチスドイツの軍人。最終階級は減衰。シュペルレは1885年2月2日にルートビヒスブルクで生まれる。1903年、士官候補生として第8ビュルテンブルク不評連隊に入隊し、翌年には少尉に任官した。第一次世界大戦が勃発する前年の1913年に中尉に昇進した。 第一次世界大戦が勃発した1914年末にタイへ進級した。この年シュペルレは砲撃弾着観測将校の訓練を受け、偵察将校として第四野戦飛行文献隊に配属される。その後、操縦訓練を受け、第四十二野戦飛行文献隊、第十三野戦飛行団の指揮官を歴任した後、 航空観測学校の校長に転じ、大戦終結時には、西部戦線の第七軍に配属されたすべての航空部隊の指揮官となっている。第一次世界大戦後は、ベルサイユ条約で兵力10万人に制限されたバイマル共和国の陸軍に選び残された。航空将校から不評将校に戻ったシュペルレは19、1919年から1923年に、かけ、 第5軍管区の幕僚を務めた後、翌1924年まで国防省で勤務した。その後、1924年までドレスデンの第4不評師団に配属された。1925年国防省に幕僚として戻り、1929 19年まで国防省の幕僚勤務した後、第14不評連隊第3大隊長に転じ、1926年に、 少佐、1931年に、中佐へ進級した。1934年4月1日、当時まだ秘密の存在であったドイツ空軍に、大佐として入営し、第一飛行士団長に補えされた。また兼任で、陸軍飛行隊司令官も務めた。1935年3月16日、アドルフ・ヒトラーは、ベルサイユ条約の軍事制限条項を破棄。 再軍備宣言をし、ドイツ空軍の存在を世界に公表した。これに伴い、正式に陸軍から空軍へ移籍され、第二航空艦区司令官となりる。同年10月には少々へ進級し、ミュンヘンの第部航空艦区司令官に転任した。1936年7月スペイン内戦が勃発すると、フランシスコ・フランコ将軍率いる。 国民戦線軍を支援するため組織されたコンドル軍団の初代司令官としてスペイン内戦に従軍したニュルンベルク裁判の被告席に座るシュペルレ第二次世界大戦が勃発した1939年9月には西部国境地帯で第三航空艦隊の司令官としてドイツ南西部の防空に翌1940年のフランスほか西方諸国をめぐる戦いでも 同航空艦隊を指揮し、その後によりフランス降伏後の7月19日、ベルリンのオペラハウスでエアハルトミルヒアルベルト・ケッセル・リンクと共に空軍元帥に任じられた。その後開始されたバトル・オブ・ブリテンでも同航空艦隊司令官として主導的役割を果たしたが、作戦は失敗に終わった。作戦後も同航空艦隊の司令官に留任したが、 1944年6月のノルマンディ上陸作戦におけるドイツ空軍の敗退の責任を問われ、8月19日に司令官を解任される。1945年5月1日、イギリス軍に逮捕され、ニュルンベルク継続裁判の一つ、国防軍最高司令部裁判の被告にされたが、1948年10月27日、無罪の判決を受けた。 1953年、ミュンヘンで死去。ありがとうございます。